投げました。ボーインロー、第4球を投げました。速球外れました。わずかに内側投げました。ここでバッターはイ・ビョンギ。ネクストバッターサークルに控えているのはカイロン・ウッズ。直球ストライク、外角高め。まずは初球決めてきました。初球ストライクから投げました。ストレートを高め。さあ3球目引っ張った、ファースト取りました。一塁はセーフ。バッターは4番カイロン・ウッズ。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せられるか。さあ初球打って出た、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かう。ボールは中継へ。続いて二塁ランナーも今ホームイン。ドラゴンズ逆転成功。カイロン・ウッズツーベースヒット、タイムリーヒット。カイロン・ウッズ見事チャンスをものにしました。ドラゴンズこれで勢いがつきそうです。右バッターボックスは5番和田。第1球を投げた、外れた。ボール。第2球を投げた、決まった。ストライク。外角低め打ちました、切りました。ファウル。インコース詰まらせた。福川落下点構えてがっちりと掴みました。前半終わって2対1ドラゴンズ逆転に成功しました。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは青木。これが3打席目になります。インローギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げた、これは見送ってボール。直球外れてワンエンドワン。さあ3球目変化球ストライク、アウトローへ。フォークボールを使ってきました。ボールカウントツーエンドワン。見送ってボール。青木よく選んでいます。平行カウントから第5球を投げた、高めボール球打った。カイロン・ウッズ余裕があります。ファールグラウンドキャッチしています。青木ファースト後方のファールフライに倒れました。さあ1球目インコース詰まった、ファールボール。第2球を投げました、打った。ヒットクリーンヒットです。二塁送球ガイエル、これで今日は3打数の2安打。第1球を投げました、ボール。速球外れました。アウトコース高め際どいところ投げました。高め打ちました、ヒットになります。ボールは中継。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げました、まっすぐ決まった。ストライク投げました、フォークはストライク。投球3球目打ちました、セカンド中継。バッターは7番飯原、今日3打席目。第1球を投げました、ファーストこれは守備範囲内、一塁アウト。ランナー一塁二塁残塁。6回表が終了して2対1ドラゴンズ、1点リードは変わりません。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中村、これが3打席目になります。ライナー三遊間抜けた、ボールは中継。ドラゴンズ先頭バッター出塁です。一塁牽制セーフ。第1球を投げた、速球ストライク。第2球を投げた、速球打った、ライト前のヒットになります。森の今日初めてのヒットを放ちました。さあ初球インコース詰まらせた、キャッチャー取った。一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターはピッチャー中田、打ちました。初球打ち、サードへセーフ。三塁はセーフ、フィルダースチョイスが記録されます。ここでバッターボックスは荒木。さあ1球目速球ボール、まずはアウトコース、打った、ライナー二遊間抜けた、
崎タイムリーヒット。ここでタイムです。竹山登板、星本満塁の場面での登板です。ピッチャー竹山。そしてここでバッターは今か。第1球を投げた、インコースわずかに外れてボール。初球ボールから投げた、スライダーボール外へ。ノーツーから第3球を投げた、バッティングカウントから投げました。第4球目をボール、今がよく見ています。さあ5球目、チェンジアップ決まってツースリー。第6球を投げました、あっと直球打ち上げてしまった。これはインフィールドフライ、リグス落下点に入った。一塁キャンバス手前取りました。そして迎えるバッターはイ・ビョンギ、今日4打席目。投げました、直球外れました。さあ次の投球です。チェンジアップはボール、イ・ビョンギ集中しています。投げました、第3球目はボール、イ・ビョンギよく選んでいます。投げました、直球決まってストライク。投げました、打った、ボールを掴んだ、一塁へ、一塁アウト。6回の裏が終わって3対1、ドラゴンズさらに1点を追加しています。ご声援くださいませ。いよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは8番福川。さあ初球インコース詰まった、谷繁足が止まって構えた、ファールグラウンド、ボールを掴みました。福川詰まった当たりのキャッチャーファールフライに終わりました。ここでタイムを取りました。第1球を投げた、流し打ち、どうだ、ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。ここでタイムがかかります。俊足の福地、一塁に入りました。ランナー変わりまして、第1球を投げた、速球決まってストライク。1番サード、第2球を投げた、打ちました、三遊間ライナー破っていった。川島今日初めてのヒットになりました。セカンド、第1球を投げた、外角高め直球ストライク。第2球を投げた、打った、これは詰まっています。これはヒットになります。三塁送球、二塁ランナー今ホームイン、スワローズ1点返しました。田中タイムリーヒット。ここでタイムです。中田マウンドを降りまして、中田ホームランで逆転のピンチで登板です。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターは青木。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。投げました、アップコース高め、速球決まってストライク。追い込んでから投げました、打った、二塁送球、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレー。中里見事ピンチを切り抜けました。ドラゴンズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。押本登板、今日3人目のピッチャーとして登板です。ピッチャー押本。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは4番タイロンウッズ、直球ボール、ファーストタイロンウッズ。投げました、アウトの直球ストライク。さあ3球目、打った、切れていきます。第4球を投げました、低め際どい球、ボール、ツーツー平行カウント。投げました、アウトサイド、判定はボール、ツースリー。投げました、おっと打ち上げた、いい原ゆっくりと構えた、掴みました。タイロンウッズ高々と打ち上げた打球はレフトフライに終わりました。フォークボールストライク、ワンナシン。さあ次の投球です。打ちました、第3球を投げた、打った、バットが折れた、ショート掴みました。今日2本のヒットを放っている中村。さあ初球、おアウトサイドわずかに外れた。さあ次の投球です。直球をアウトコースへ、ノーストライク2ボール。投球3球目、打った、ライトフェア、中村一気に2塁へ、2塁送る。中村これで3安打猛打賞。打った、初球打ち、
ボールは中継、中村三塁ですと、さあこれで2アウトランナーは二塁三塁。第1球を投げた、インコース、直球外れてボール。さあ2球目、まっすぐ決まった、ストライク、アウトコースいっぱい、ワインドワンから投げた、打った、三遊間ライナーへ、打った、ショート中継、ドラゴンズさらに1点追加、谷繁レフト前へのタイムリー、ここでタイムを取りました。代打は立浪。ドラゴンズ選手の交代をお知らせいたします。さあ1球目、速球ボール、さあ次の投球です、直球ボール、インコースへ、ボール、またインサイドの球、投げました、フォーク決まってストライク、ワンスリー、投げました、直球打った、飛びついた、ピーッ、ボールは中継のショートへ、ドラゴンズさらに1点追加、立浪タイムリーヒット、ここでタイムがかかります。萩原マウンドを降りまして、原田今日4人目のピッチャーとして登板です。秀典一塁に入りました。ここまで2安打の荒木、第1球を投げました、初球流し打ち、ガイエル前進取りました、これで3アウト。7回の裏が終わって5対2、ドラゴンズ貴重な2点を追加しています。中里、登板、小林、今日3番手としてマウンドに上がります。8回の表、3点を追いかけますスワローズの攻撃、今日2本のヒットを放っているガイエル、ストレートはボール、アウトコース際どいところ、1球目ボールから投げました、スライダー、ストライク、いっぱいいっぱい、投げました、低めわずかに外れてボール、次は4球目、打ちました、森野手を上げて取りました、これでワンアウト。ここまで2安打のリグス、第1球を投げました、ストレート見送ってボール、わずかに外、ボール、カーブ外れました、リグスよく見ています、直球見送ってボール、リグス集中しています、まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライクスリーボール、第5球を投げた、打った、イ・ビョンギ下がっていった、フェンスダイレクト、セカンドへ、二塁セーフ、あと少し高ければホームランという当たり、ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは6番宮本、今日4打席目、さあ2球目、カーブ外れてボール、宮本よく選んでいます、カーブ打った、セカンド横飛びヒット、二塁ランナー三塁へ向かう、バックホームしてどうだ、セーフ、スワローズ1点返しました、宮本センターへのタイムリー、ワンアウトランナー1塁に変わります、バッターは7番飯原、セーフ、1塁へ1つ牽制球を送りました、初球打ち引っ張った、ファールボール、投げました、低め判定はボール、投げました、ボールストレート外れました、ワンストライク2ボール、バッティングカウントになって投げました、ボール外れました、胸元際どいところ、投げました、流し打ち、セカンド飛びついた、一・二塁間ライナー破った、飯原初安打、ここでアクシデント発生の一報が入ってきました。荒木ダイビングキャッチをした際負傷してしまったようです。どうやらゲームに復帰するのは難しそうです。ここでタイムです。デラブサ負傷選手に代わってセカンドに入ります。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターボックスは福川、これが4打席目になります。第1球を投げました、スライダー外れてボール、ノーストライクワンボールです。投げました、真ん中低め変化球、ストライク。さあ3球目、打った、二塁フォースアウト、送球がそれた、一塁もアウト、ゲッツー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回の表が終わって5対3、スワローズあと2点を追いかけます。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番イバン、直球ストライク、高め、まずは初球決めてきました。さあ2球目、打ちました、二遊間ライナー破っていった、
ボールは中継、井端、これで今日は4打数の2安打。バッターは3番イ・ビョンギュ。アウトの変化球ストライク、ワンナシン。さあ次の投球です。フォークはボン膝元へ、ワンストライクワンボール。さあ3球目、直球ストライク、アウトローへ。さあ追い込まれました。第4球を投げた、打った、青木バックしていった、センターの後ろワンバウンドヒットになった。井端三塁ですと、さあこれでノーアウトランナー二塁三塁。4番ファースト平良君、お直球外れました。シュート決まった、ストライク。さあ3球目、外角低めいっぱい、ストライク。投げた、あと打ち上げた。宮本両手を広げて取りました、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁、変わりません。右バッターボックスは5番和田、直球外れました、アウトコース際どいところ。投げました、直球決まってストライク。ワンエンドワンから投げました、インサイド判定はボール。次は4球目、投げました、直球ボール、和田よく見ています。投げました、ストレート打った、ピッチャー掴みました、二塁へ、二塁はセーフ。この場面でチャンスに強い中村、第1球を投げました、ボール、高めわずかに外れた。さあ次の投球です、フォークはストライク、インローへ。さあ3球目、高め外れてボール。次は4球目、打った、引っ張った、ボールを取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。結局2者残塁です。8回が終わって5対3、ドラゴンズこの回無得点です。ここでタイムを取りました。小林マウンドを降りまして、岩瀬今日4番手としてマウンドに上がります。バッターは代打真中。第1球を投げました、外際どいボール。バッター真中、打った、セカンド掴みました、真中セカンドライナーで終わりました。バッターはトップに帰って川島、川島直球ストライク、インハイへ。第2球を投げた、スライダーボール低め。投球3球目、打ちました、ファーストボールを掴んだ、一塁アウト。さあいよいよあと1人。さあ1球目、外シュート決まってストライク。第2球を投げた、シュート外れました、アウトコース低め際どいところ。さあ3球目、ストライク、膝元厳しい球。さあ次が最後の投球になるか、シュートはボール、田中集中しています。平行カウントになって投げた、打ちました、あっと詰まった、ライト前に出る、ライト作りました、ゲームセット。今日のハイライトシーンです。参りました一戦は中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ5対3、ドラゴンズ2点差で勝ちました。実況担当川地直樹で名古屋ドームからお伝えしました。